私の名前は有坂島そろそろ結婚を意識している会社員だあ結婚したいな何言ってんのよあんた彼氏いるんでしょ毎回飲み会では同僚に愚痴ってしまうそう彼氏はいるにはいるけどまだ全然結婚なんて意識してないそうなのだあんたから結婚したいって言ってみれば断られたら切ないじゃんそうしたら別れればいいのよ 簡単に言うけどさでも当たって砕けろだ私も20代後半次の休み思い切って彼氏に聞いてみたあのさ私もう結婚したいの蓮はどうなのえじゃあする本当なんとあっさり結婚が決まった私はめちゃくちゃ舞い上がってしまった指輪とか今度買いに行くかうん一応口頭でお互い両親に報告改めて挨拶は後日にということになった 母なんて大喜びよかったじゃない結婚式はやるのどうしようかなって話し合ってるところだよそう少しなら出せるからねなんて心強いことを言ってくれた結婚式をどうしようかと早速話そうとした時だったなんかうちのばあちゃんじいちゃんが結婚式代出してくれるってえ蓮レンの祖父母は結構顔が広い人らしい盛大にやりたいとかなんとか でも私は小さくてもいいから自分のやりたいようにしたかった。それでレンはいいよって言っちゃったのそりゃ言ったよ。だって全額出してくれるって言うし、その代わり全部こっちが決めるってさ、いいよな。ええー。お金を出してくるとはそういうこと。偉い人を何人も呼びたいとか、合成にしたいとからしい。ドレスも決めるとか言ってて、私は顔が引きつった。いいだろ。金出してくれるんだからさ。 お金を出してくれるのは本当にありがたい。何も出さないこちらが文句言うのは良くないと思い仕方なく了承した。私の親とか親族とか友達は呼べるよね。さあ、俺のばあちゃんの連絡先教えておくから勝手にやって。ええー。そう言って渡されたメモ一枚。そこには彼の祖父母の家の電話番号が。俺も島の番号を教えておいたからさ。勝手に。 もやもやしていたが、その夜に彼の祖母から電話が来た。もしもし、島さんレンの祖母です。あ、は、はじめまして。この度は結婚おめでとうございます。ありがとうございます。レンから聞いてると思うけど、結婚式代は出しますね。それで、申し訳ないのだけれど、来賓とか、お料理はどうしても決めさせてくださいな。もちろん、 志麻さん側のご親族ご友人の人数お席は自由に決めていいですからどうか内容もこちらに任せてくださいねあ、はあとても口調は穏やかな人だったしばらく話したが面倒なしきたりもあるししっかりやっておかないと後から私たちが裏でぐちぐち言われてしまうこともあるんだとかそれを根切丁寧に説明してくれた何度もごめんなさいねと言ってくれて祖母さん側も一応申し訳ない気持ちはあるみたいだった。 これだけで、あとはもう口も何も出しませんから、お願いします。わかりました。ここまで説明してくれるなら、と私も納得、新婚旅行代も出すと言ってくれたので、ならそれで合流して気を晴らすか、なんて心の中で思って終わりにした。その電話の後、母に式のことを話したら驚いていた。そこまで言ってくれるのなら甘えなさい。 多少のことは目をつむって、こちらからは高級な時計でも用意してお礼にしましょう。うん。休日に両親と一緒に時計店に行き、数十万の高級時計を買いに行った。さあ渡そうかという段階になったのだが、いきなり彼がとんでもないことを言ってきたのだ。勝手なことが決まってる。もう結婚式やめるわ、マジで。と会うなり怒鳴ってきたのだ。え結婚式とかもうムカつく。 資金に呼ぶ友人らのメンツが自分の好きなようにできないんだよありえねえよいやそれはあなたが最初に了承したんだよねだって私にはもう従ってくれよみたいな感じで言ってきたくせに全く意味がわからなかった彼の祖父母が結婚式の費用を出す代わりに彼と彼の両親が祖父母にある程度お伺いを立てて披露宴挙式の準備をしていたのがムカついたらしい今更と驚いてしまった お伺いってあなたのおばあさんは丁寧に私に電話をくれたよはそんなの聞いてねーしまあ俺まだ若いしもう合コン行ってるからお前ともお別れなほ、本気いや合コンとか若いとか今関係ないし他に好きな人でもできたのかそれを隠すために結婚式ムカつくんになったのか本当に謎になってきた 私は私で相手方の祖母にお金を出してもらうのは申し訳なかったし自分で好きなように結婚式したかったの金出してくれるからよろしくみたいなことを彼が言ってたので我慢してたのにここで彼の自分勝手さに綺麗その場で両親に電話ああもしもしお母さん結婚ダメになった彼がおばあさんが好き勝手やってんの気に入らないんだってさ意味わかんないよね今更な,なんだよその言い方合コンも行ったとか言ってるから破談になったごめんね 電話の向こうの母も怒っているのが伝わってきた詳しくは後でと通話を切って彼に改めて別れを告げた <laughs> じゃあねもうあなたとは連絡も取りたくないからああ俺の方こそ喧嘩みたいに別れて私は実家に帰った結局彼のために買った高級時計は弟の就職祝いだなってことでお蔵入り婚約破棄は彼からしてきたので両親から相手方の祖父母に全てを伝えてもらった こちらもああ言われては、はいとしか言えませんからね。お孫さんとはよく話し合われてください。ええー、そ、そんなことが申し訳ありません。すぐ確認します。どうやら彼の祖父母は張り切っていろいろな方々を招待しようとしていた。名のある人にも出席を打診していたらしく、破談となったことで、彼は祖父母に恥さらし者として罵られたそうだ。私がきちんと話してお願いしたのに、どういう教育してるの ごめんなさいお母さんどうか許してください許すわけないでしょあんたらへの援助はもう一切しないう嘘だろ祖父母から援助を受けていた彼の両親も大目玉をくらったようだそして私の方には祖父母の名前でお手紙と貸し折りそれから弁護士がやってきて慰謝料をわずかばかりに払ってくれた手紙には結婚式という大切な節目を大切な儀式を任せろとこちらから言っておいて大変申し訳ないと書かれていた あのおばあさん自体はそんな悪い人ではなかったんだよなまっ、あ、パッと使っちゃいなさいあれば思い出しちゃうかもしれないし少しだけ使って好きなものでも食べるよあとは貯金するそう母も父もかなり心配してくれたそれからは仕事に打ち込みその中である人と出会ったユうスケという後に夫となる人だ婚約破棄の件とかも話し半年ほど付き合って結婚 1>, 1年後には子供にも恵まれたもうすっかり蓮のことなど忘れていただがいきなりメールが来たことにより嫌な記憶が呼び出されたお久しぶり蓮です俺を思って苦しんでた俺は未だに独身だよもしかして喜んじゃったお前も独身だろなんかもう一度やり直したくてメールしちゃった何これ友達から聞いたんだけど時計俺のために買ってたらしいじゃん今度こそはきちんと受け取りたいです 俺もお前ももう子供じゃないし、今度はいろいろと我慢できると思うんだ。両親も結婚しろってうるさいしさ。女のお前の方が両親うるさいだろ結婚しろとかやっぱ負け犬にはなりたくないじゃん。俺しかいないと思うよ。お前には。だから俺や両親の代わりに、お前が祖父母に謝ってさ、ぜーんぶ解決しようぜ。今度こそさ。なんて送られてきていた。は本当に意味がわからんメールだった。 仕方なく返信してやることに。連絡するとこ間違ってるよ。私じゃなくて、サラキンにでも行けば。ご両親の会社、潰れたらしいね。私は結婚しました。普通に楽しくやってるから、連絡してこないで。そう。レンの親がやっていた会社。あの破談になってから3ヶ月ぐらいで倒産したらしい。もちろん、彼の祖母からの援助がなくなったからだ。それだけは風の噂で聞いていた。この返信で怒ったのか、また彼からメールが来ていた。 俺お前に婚約破棄されて精神的に辛くなってうつになって会社辞めたんだ慰謝料請求するからなだそうだすれば家の両親からお前の祖父母に言うだけだのそれに同期からお前の会社辞めた理由は仕事ができなくて居づらくなったって聞いたけどと友達から聞いたことを送ってやる彼そんな仕事ができるタイプじゃなかったんだよね親の仕事継いで社長になるからとかばっかり言ってたし すると今度は電話がかかってきたごめんなさい今祖父母のところに住んでて俺も両親も居づらくなるのでやめてよお願いだよ何なの一体どうやら親もすっからかんになっているので親子揃って祖母の家にいるらしいあきれたじゃあなんでメールなんて起こしたのよた助けてほしくてやっぱ俺たち結婚した方がいいってお似合いだっただろあなた合コンとか言ってたんでしょ そっちで探したらそ,それはどうやら一応何人かとは付き合ったみたいだが蓮が無職であること親の会社が倒産していることを知られるたびに逃げられたようだでもお前は俺のこと好きだろ全然だから私結婚したって言ってるでしょじゃあ離婚しろよ俺のことを助ける義務があるバカなの素でそう言ってしまった全部ぶち壊したのは自分なのにね もうこの電話が終わったらあなたのおばあさんに連絡するわ。いや、ちょっと待って。すいません。ごめんなさい。ガチャ切りしてすぐに両親へ。両親からレンの祖母へ。一体何なんですかお宅のお孫さんは。やっぱり結婚しろとか慰謝料とか。えそんなことを言ったんですか連絡を取るなと厳しく言っていたのに。これ以上何かしてくる。連絡してくるようなら警察に相談しますから。本当に申し訳ありません。 母も相当キレていた半ば怒り気味で電話してただただひらあまりされたというそうして蓮とその親はすぐに家を追い出されたそうだお,おばあちゃん俺たちどうしたらいいんだよお前らなんてもう面倒見れん自分でもうなんとかしてちょうだいお母さんそれじゃあ私たち路頭に迷ってしまいます迷えいい年してお前らはろくに働かずもう親子の縁は切る母さん嘘だろ 似たもの親子というかなんというか会社が倒産してから蓮の親はまるで働いてなかったみたい社長をやってきたのに急に誰かの下で働くなんて無理とかなんとか言ってそれでも家にいさせてあげるなんて彼の祖母も甘すぎだだがもう追い出されて自分たちでなんとかしなくてはならなくなったわずかな手切れ金で小さなアパートに入りようやく生きるために3人働き出したそうだがやはり泣きながら蓮から電話が来た <laughs> なんでばあちゃんにじくったんだよ俺たちもう暮らしていけないよ連絡してきたらもうしかるべきところに相談するって言ったよねそうだなんでそうだ冷たいんだよ一度は結婚しようとしたのにそれを全部壊したのはあなたでしょ頼むから助けてくれよそそうだ時計は俺にくれる予定だったんだろあれだけでもいいよな何がなんだよ もうとっくに弟にあげたわあまりにも必死なのが見苦しい悪いけどまたあなたのおばあさんに連絡するからや,やめてくれよお願いだから俺はお前が好きなんだそうだから連絡してるだけなんだって私は好きでも何でもないから迷惑だから警察にも相談するねち<ょ>全部夫にも報告して親にもそして本当に警察にも言ったでも何も起きてないしこちらにはできることはないと言われてしまったけどね これから何かあった時に相談しておいたという記録を残しておくのも必要だろう。そして最後に直接の彼の祖母にも苦情を言った。勝手に放り出すのは勝手ですけど、こういうことになりますから、監督はきちんとしてください。本当にごめんなさい。かわいそうに思える部分もあるけど、原因の一つでもあるから同情はできない。 それから絶縁したとはいえ週に1回ほど彼らが住むアパートに行って何かしでかしてないか聞いているらしいもう志麻さんに電話してないだろうねしてないよ来るたびにお金をくれとお願いしているそうだがもちろん応じていないようだ他にも親族にお願いしてちょくちょく連絡を取らせたりお前たちのことを見ているぞとプレッシャーをかけているそうだううもう嫌だ何で結婚式嫌だなんて言っちまったんだろう 毎晩後悔しながら泣いて働いているそうだほんと最初っから二転三転して合コン行ったとか言ってまるで結婚するという覚悟がなかったのよね本当に夫婦にならないでよかったと思う私の方はすっかり平和になり落ち着いているだがこの件についてはかなり怒られた元彼との件は今度何があっても一人で抱え込まないようにうんごめんねそうよ私たちにも言いなさいねお母さんも心配ばっかりかけてごめん きちんと夫に話したらそういうのは何していかすかわからないって確かにそうだ両親にも散々注意するように言われているでもレンは働き詰めでボロボロきっと連絡してくることはないだろう一安心だ私には夫も子供もいる二人を守るためなら何だってすると思うのだったご視聴ありがとうございましたまた見てね